全体は、揚陸艦の一種で、アメリカ海軍によって、第二次世界大戦で、太平洋戦域における、上陸戦時の火力支援に使われた。元の艦手は、ランディングクラフトサポート LCS であったが、戦後解明された。大型不評揚陸艇 LC の船体を、利用して法廷に改め設計したものであって、走行防御は持たないが、主要部分には、 断片防御が施されている。建造途中の LCS-26、1944年7月21日全部で130隻が建造され、戦後多数の艦が日本等各国に耐与あるいは供与された。1952年に成立した日米船舶対弱協定によって1953年から日本に耐与され、ユリ型警備艇として沿岸部における。 警備、紹介の任にあたり、1958年から順次、返還された。しかし一部の帝は、供与に切り替えられ、その後も長い間各種支援業務に当たった。最後の帝が除籍されたのは1976年。それぞれの寛には草花に由来する名前が付けられた。寛主として、警備帝と海上自衛隊では呼ばれたが、警備隊時代は警備船と称した。 元より揚陸艇の改修型のため、両派性にかけ工点時の航行は困難であった。しかし海上自衛隊の創成期において、貴重な海上防衛力の一翼を担った。後に、この上陸支援艇をより大型化し、火力、走行を強化した上陸火力支援艦が建造されたが、航空作戦の発達や戦術の変化などにより、カロネード一石が作られたのみで姿を消した。 ありがとうございます。